先ほどはちょっと宅急便がちょっと来ちゃったから鈴木をこの部屋からやるけど、なんか移動するっていう行為しかできないみたいだからね、あんまりアイテムとか神経質になんなくていいのかな。たまにドックンっていう心臓みたいな音するの何なんだ。あれこれ今机に乗ってる。あらお行儀悪いわ。でもさ何もできないんだよ。アイテム取るとこ何にもないね。やっぱり行くだけなのか。いいヒントを得た気がしたけど、でこの後どこに行くかだけど、ん？あれ？テーブル倒れてたっけ？ちょっと危なくない？ちょっと行ってみようかな。あ、倒れてるように見えただけか。椅子来た。もう一回あそこの交差点行く。ここの部屋来た。じゃああっちの交差点的なところ行く。ドア。あれ来た場所かな。袋小路、袋小路。じゃあここしか選択肢ないよね。え？確かに。何なんだよ、この。じゃあ。とりあえずここ行って。え、ここは今来たところ。いや、ちゃう迷路だ。で、ここに戻り、あ、戻るしかないのかな。で、またからくりの扉で違う空間に行くのが記憶の取り戻し。あー、押しちゃった。あー、押し。あー、またここももう苦労していったのに。どっち行くんだっけ。こっちかな。なんもない。あ、違う、こっちは初期の時来てる。あの床抜けるの何なんだよ補修しようよ。ん？で？とりあえずジャンプで。あれ？こっちなんか道ある。あ、出た、袋小路。記憶の深層心理か。ここ床抜けるとこじゃない？行きまーす。よし、危ね。で、あれ？どっち行ったんだっけ？あ、ここは抜けるとこだ。危ない。行け。行け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 。回り道ああ落ちたちょっと椅子見えたら危ない。これは攻略難しいです。誰か助けてほしいな。ちょっと悔しい。ここでやり残してることがあるからからくり扉は変わんないんだよね多分。あっちが袋小路だったよな。ここに抜ける廊下だろ多分。ダッシュ。ここは戻っちゃうのかな。あ、出た。ちょ、覚えらんない袋小路か。よし、ダッシュ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 、いけ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 、で、ダッシュ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 。はあ、どういうことだ。ちょっと出直してこようかな。